あ、お疲れです。こちらは何やられてる感じですか？はい、ちょっと僕が前職っていうか、まあ、今も一応そうなんですけど、ポーカーっていうトランプゲームをやってて、はい、プロポーカープレイヤーなんですよ。今も一応やってて、ホストには影響出ない程度にやってます。ポーカーっていうゲームを2年前に知ったんですよ、僕は。知ってポーカーギャンブルって思ってたんですけど、勉強がめっちゃ必要で、僕も1年間勉強してプロになったんですけど、勉強しないとマジで勝てないゲームなんですよ。ってことはギャンブルじゃないんですね、ポーカーって。一応なんか3割運って言われてて、3割が運の7割実力って言われてて、勉強すればちゃんと勝てるんだっていう。ギャンブルじゃなくて期待値を求めるようになって、なんかホストでもちょっと期待値を求めるようになっちゃって、それでホストで多分プロポーカー僕だけだと思います。ポーカーのプロとして活躍していたという V。そんな彼が今ホストとして歌舞伎町で働いている。ポーカーのプロからホストになったきっかけは何だったのだろうか。もともと僕ライブ配信やってたんですよ。3年間ミックスチャンネルっていうライブ配信やってて、そこのライブ配信で3年間そのメンズで ずっと1位でやってて、画面越しに話すじゃないですか。画面越しに話すのが飽きたんですね、めちゃくちゃ。かっこいいな。画面越しに話すの飽きて、ちゃうね、実物いいと思って。そう実物と話そうと思って。イケメンだもんな。やっぱこんなイケメンとやっぱさ、みんなも話せるのやっぱ嬉しいじゃないですか。やかましい。ちょっと褒めたら何がやねん。やっぱね、やっぱ話すの嬉しいから、やっぱそれでホスト始めようと思って。じゃあ本当に楽しくて、めちゃくちゃライブ配信は合わなくていいのに女の子は投げ銭してくれるんですよ。でもやっぱ会ってる方が楽しいんですよね、女の子とこうやってやっぱちゃんと話して。全然ライブ配信よりポーカーよりホストって感じです。ことの発端はそれこそポーカーつながりなんですよ。ここにいるナツさん、執行取締役のナツさんがポーカーでつながりを得てホストしたいってなった時に、じゃあうちキャンディーってとこだからちょっと来てみるってなって、でそんなキャンディーが大きいとこ知らなくて、マジで知らなくて、で勧誘に行ったんですね。でその次のことの発端はやつのこのしゅんさんなんですけど、一応僕師匠って呼んでて、一応っすよ。そうだったんだ。何が一応やねん。しゅんさんがいいとこだけじゃなくて、いやキャンディーで未経験はマジできついよって、他行った方がいいよって言ってくれて、あーちゃんとそういうとこも教えてくれるんだと思って、あーじゃあもうだったらちゃんとここでやりたいと思って、その日にもうキャンディーにしますって言って入りました。本当にだからポーカーしてなかったらそのキャンディー入ってないですか。ポーカーイコールキャンディーって感じですね、本当。最初入った時に僕なんかウェイウェイ系で入ってたんで、なんか緊張とか全くなく、初月から掃除組抜けれて、それはなんかみんなすごいすごいって言ってくれるから、それでもまたモチベーションめっちゃ上がってって、どんどんやっぱモチベーションが大事ってめっちゃ思いましたね、本当に。キャンディーにいいところはやっぱ売れっ子がたくさんいるんで、話を聞いたらちゃんと教えてくれるんですよ、ちゃんと繋がるんです、本当に。なんかあ、これやってよかったなってマジで本当に思います。全部真似するんじゃないんですけど、自分の土台を踏まえた上で真似するっていう感じでやってます。だからキャンディーでよかったなと思います、本当に。ホストのイメージとかってなんか持ってます。しれーんと思ってるやん、はい、最初ホストにはあんまりいいイメージなかったです。みんなそうだよね。はい、子供そうだったら大嫌いだと思う。でもなんか TikTok とかテレビとか出始めて、ああ浸透してきたなって思って、安心感出てきて始めたんですよ、僕は。本当は3年前からしたかったっす。ポーカーのプロからホストへ、持ち前の明るさでキャンディーを盛り上げ続けている彼だが、ホスト未経験からキャンディーへ入店しまだ半年ちょっと、まだまだベールに包まれている V。 彼はどんな人なのだろうか。この日一緒にポーカーをやっていたキャンディーの従業員に急遽お話を聞くことができた。頑張り屋さんですね、本当に。あとはナルシストです、めちゃくちゃナルシストで頑張り屋さん。まあホストのいい部分は備えてますね、そのナルシストっていう部分、それが一番大事なんで。僕たちはやっぱ自分たちが商品になる中で自分に自信が持てなかったら、き
人多分売れないし、絶対にネガティブなばっかの人はって僕は思いますね。未経験でこんだけ、まあ、初回の送りだったり指名のリピートだったり売り上げ上げたりの速度がなかなかここまでの短期間でできる人があんまりいなくて、正直それを実際に行動にして結果に出せるって人間がすごいなと思って、でしかもキャンディってやっぱレベル高い空間なんで、従業員もお客様も今のこの売り上げの上げ方なんだろうなっていうのは実感してますね。すごいなって、正直すごいなって思ってます。自分に対して自信がすごいから、自分に自信ある人間ってホストってめちゃめちゃ強いと思うんで、結構意外とホストって自信持って入る人多いですけど、入って打ちのめされる人って多い中で、その自信を持ち続けられるってすごいなと思う。自信のあるホストの方がついていきたいなと思う女の子めちゃめちゃ多いんで、この明るさで V 多分取ってんだろうなっていうとこが多くて、今数字もそうだし組数もそうだし、あのアベレージっていうのができてるんで、これから先多分本人が気持ちやられない限りはね、とことん多分落ちることはないと思うし、もっと上がって上がって、これから先じゃあ今このまま数字キープして感度上がって、じゃあ役職できましたってなったら、多分あの問題なくそのままの勢いのまま自分が天狗にならなければ、ね、そのまま1億見えたりナンバーワン見えたりってあるんじゃないかなと思いますけどね。俺は頑張り屋さんでナルシスト、ホストに必要な部分を兼ね備えているという V、 そして素直にすごいと周りに言われている、そんな V だが、普段の働きぶりはどんなものなのか。ヘルプの時はウェイウェイ系なんですけど、担当になったら落ち着いた感じになります。すごく担当クールヘルプウェイウェイみたいな。組数も売り上げもあって、それを今もうこなせてるっていうのが、その自分で宅配分もやっぱやらなきゃいけない中でちゃんと考えてやってるので、やっぱナルシストとか頑張り屋さんでもバカは売れないんで、やっぱ頭いいなとかは思いますね。自分に自信あるのは当たり前で、それ自分に自信なかったら売れないんで、であとはお調子者って感じですね。可愛らしい感じです、僕からしたら。なるほど。そういう部分も今の女の子とかお客様に受けるのかなとは思いますね。お調子者な一面を持ちつつ、頭がいいと評される V、 親しみやすさがありながらも、きちんと先の先まで読む頭脳派、こういったことがホスト未経験入店半年ながらキャンディーで売り上げナンバーセブンまで上り詰めた理由だろう。わずか半年で結果を残した V、 これについてはどのように感じているのか。僕の予定ではもう3ヶ月で行ってる予定だったんですよ。もうそんぐらいまでキャンディー本当にやばいんだなって思って、しかもナンバーセブンになったんですけど、ナンバーセブンになったからって言って上の差がすごいんですよね本当に。だから頑張ったなとは全く思ってなくて、みんなもちろん周りの人は頑張ったなって言ってくれるんですけど、全然頑張ったなとは自分で思ってなくて、やっぱナンバーセブンになったからこそ逆にやっぱもっと上を見たくなるから、全然ですよ、もうまだまだまだポンコツです。まだいい刺激になりますよね。それこそキャンディーはどっかでナンバーワンやってたって子たちがやっぱ多いので、その言い方悪くしたら、その前の店で売れてて癖が強くて素直に受け入れないとか、その教育だったりとか、俺はこうやって言ってきたっていうのをやっぱされるよりかはスポンジみたいに聞いてくれるので、逆にそのみんなからしても V が入ってくれたおかげで、みんながゼロから俺もこういう風に頑張ってみようとかっていう風に思ってくれる子たちが多いので、いい刺激を与えてくれてるかなとは思いますね。本当に油断すんだよって思う。でも油断せずにちゃんとこの先のことまで考えてるのは分かってるんで、これから幹部になって、いやナンバーワンとかその上に上がってくんだろうなっていうのは見えてますね。かなりの高評価を受ける V、 そんな彼の理想のホスト像とは。僕はやっぱ指名も売り上げも両方ナンバー入りたいんですよ。そっちの方が楽しいんですよね本当に。モチベーションも保てるし、自分ホストやってるなって感じがあるんで、両方ともいい方がやっぱやりがいあるし楽しいんで、両方欲しいです僕は本当にって感じで、毎日頑張ってます本当に。ホスト未経験で歌舞伎町の最高峰キャンディーへ挑戦し、たった半年で売上ナンバーセブン、組数ナンバーツーに上り詰めた。急成長を続ける彼が見据える先には、一体どんな光景が待っているのか。風林会館最上階、
天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディ。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ60人の豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。